ケネス・ファリードは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州ニューワーク出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード。ファリードと表記されることもある。ニュージャージーのテクニカリルハイスクールを経て、モアヘッド州立大学で4シーズン活躍の後、2011年の NBA ドラフトにエントリーし、デンバーナゲッツから全体22指名を受けて、NBA 入りを果たした。 ルーキーシーズンは、シーズン途中にワシントンウィザーズに放出されたネ,ネーに、代わり、パワーフォワードのスターターとして活躍、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票で3位になり、NBA オールルーキーチームのファーストチームに、選出された。また、2012から2013シーズンの NBA、ルーキーチャレンジでは、チームシャックで40得点、10リバウンドを記録し、MVP を獲得した。 2014年4月2日、キャリアハイとなる34得点をニューオーリンズペリカンズ戦の勝利に貢献した。2014から15シーズン開幕前に4年5000万ドルの延長契約を結んだ。2018年7月13日、トレードでブルックリンネッツに移籍した。2019年1月19日、ネッツから解雇された。2019年1月21日、 ヒューストンドケッツと契約したレギュラーシーズンプレイオフありがとうございます。